思い出ポロポロいろいろポロぽろ。我らがスター、横山裕二。作って作ってまた作る。そこにあるのは踏ん張った証。ならば、それを形にしようぞ。そんな手に取ることができるオブジェクト。生み出す魔法使いの登場です。 横山雄二賞バーツラフハベル著プラハ極中期より希望とは世界の状態ではなく心の状態である希望この深く力強い感覚は 物事がうまくいっている時の喜びや成功が明らかな企業に投資する意欲などとは全く異なるものだむしろ価値があるという理由で働くことのできる能力であるということこうねなんかこう間違いないですよこれって言われるものよりもどうですかねちょっと怖いっすよねみたいなこう希望と。 絶望みたいなものの表裏一体みたいなものを自分が飲み込めて動かせた時っていうのはやりがいになるよなぁと思います私が天才横山でございますこの番組は53歳になっています私天才横山祐二が広島の大人へ元気を送る1時間のショータイムってことですけども台風は大丈夫ですかっていう気がするんですねこういういに あの、普段生のフリをして録音している番組っていうのは <laughs>、ちょっとあの、放送が不謹慎になっていないかとか <laughs>、みんなすごいドキドキしてる中で、えらい能天気じゃないかみたいなことになってはいないかという恐怖を持ちながら、感じながら放送しなきゃいけないなと思ったりとかするんですけど、まあね、こうやって長いことやってる番組でいろんなことがあるじゃないですか。 絶対に放送されるだろうと思って、あと、今日は本当にいい放送だったよねっていうふに限って、カープが伸びて飛ぶとかね。あと、今日は絶対流れないんじゃないのみたいな日に限って、バッチリ流れるとかね。も含めて、あと、このゲストとは絶対盛り上がるだろうって思ってたら、そうでもない。 とか、そうでもない。だから世の中の人たちが、いや、わかんねえ、知らねえし、この人たちとかって思う人たちと意気統合して、で、それが、長いことこう、繋がっていって、縁ができて。で、なんかわかんないけど、この番組に出てくれた時だけものすごくいい感じになるんだよね、とか、その人が繋げてくれたまた縁で、新しい方と話が盛り上がったりとか、することもあったりとかするから、まあ本当に、その、未来がどうなるのか、とかね、あとは過去がどうだったか、 みたいななことなんかずーっとつながってんだねーっていうこれがこう点線みたいに「点」点「点」「点」ってこうあるんじゃなくてやっぱりその点が少しずつ伸びてきてずーっと伸びたものが線なんだなーっていう点がたくさん集まって線に見えてんじゃなくて一つの点がずーっと伸びてるみたいなイメージがするよなーとかって思いながら今週も1週間過ごしましたけどまあね なんか暑いですねっていうのと、自然災害怖いですねっていうのと、で、まだまだほら、今日土曜日でしょだから日曜日とか月曜日とかも警戒が必要ですと言われたりとかして、ひょっとするとでも今星が出てるかもしれませんみたいな。<laughs> 本当ね、何にも読めないんだよね。だから、どういうテンションで、どういうトーンで話せばいいかわかんないけど、子供の頃にさ、 俺のふるさと宮崎は台風銀座って言われてたのね。だから、もう台風が来るのが当たり前だし、で、逆に言うと来ない台風ってどういう経路を通ったんだろうみたいな。日本に来るときは、まず入り口が宮崎だよねっていうイメージが <laughs> あったのよ。だから本当に、ああ台風かと思ってて、で、ちゃんと雨戸を閉めたりとか、あとろうそくを準備したりみたいなことがあって、で、あれ子供のときさ、 台風来るのちょっとワクワクしたじゃない。で、あれさ、なんでワクワクしたかっていうと、その火を灯すっていう、懐中電灯をつけるみたいな、暗いところから明るいものを見るっていうことにワクワクした気がしてさ。でね、この間、それこそ東京のラジオを聞いてたのよ。なんだったっけかなあの今の若い子供たちが、マッチがすれないんだってね。 でも、確かに、と思って。で、マッチを置いてたら、これは何ですかっていうらしいのよ。だから、物がわかんないんだって。で、マッチだよ、つって、こうやってつけてあげたりすると、へーってなって、やってみますって言うけど、うまくつけられなかったりとか、その、加減がわかんなかったりとか、するらしいのよ。で、いや、じゃあもう、 とはいえ、誕生日のクリスマス、まあ、クリスマスケーキとか、誕生日のケーキとか、で、ろうそく立てたりするじゃないですかっていうと、下手すると、あのほら、シャッシャッってこう、する。その、ちょっと火打ち石が入ってますよみたいな100円ライターじゃん。あんなのもつけられない子がいて、カチッってする分。あの、上から下に力強く押したらつきますっていう。あれじゃないと、火をつけられないっていう人と、あともっと言えば、火をつけたことがないっていう人がいる。 っていう話をしてて、いや、そんなことはなかろうと思うけど、いや、そうかもしれないって、ちょっと思うところもあって、一昔前とかは、レコードが黒い <laughs> とか、A 面と B 面があるとか、カセットテープも A 面と B 面があるとか、MD は回らないとか <laughs>、なんか、 そういうのを若い子たちに説明すると、へーとか言ってくれて、でも、わかんないよねっていう。例えば、石原裕二郎さんがわからないとか、三空ひばりさんがわからないとか、松田優作さんがわからないとか、でも、高倉健さんは、まあまあ最近までいらっしゃったから、わかるんじゃないのとか、なんかこう、こことここは整合性がないんだねとか、松田聖子を知らないけど、 えっと、娘が、神田さやかである <laughs>。っていうのは知っている <laughs>。なぜならば、アナと雪の女王があったからとかね。え、そっち側ですかみたいなことがあるから。いや、なんかこう、共通言語という出来事がないよね。で、向こうがさ、アイミょンがって言われたら、俺たち、アイミょンついていけるじゃん。とか、オフィシャルヒゲダンディズムかとか、キングヌーがとかって言われても、なんか俺らわかるじゃん。 だったらお前らもミソラばり別れやとか、石原裕次郎はもう別れやとかって思うけど、そこは違うんだよねとか、あとその親がどういうふうなその音楽を聴いていたかとか、テレビをよく見ていた方か、ラジオをよく聴いていた方か、音楽を聴かれる方か、本をよく読まれる方か、みたいなことで、やっぱその子の動きとかが変わっていったりするんだよなとかって思うと、その厳格な親に育てられてると、 その火を使わせてもらえない。だから誕生日の、そのケーキとかにろうそくつけるのもいい,い、ってつけてあげるから危ないからとかつって。で、何気にさ、あの、ケーキのろうそくに火をつけるって <laughs>、順番があるよね <laughs>。なんか、内側からやっていかないと、テンションが上がって、一番手前側からすると、奥に行くのにあっち、あっちってなってるうちに、ろうがどんどん溶けてきて、ろうがケーキにこう、 一体化して、もうなんかさ、なんか気持ち悪いんだけど食うのかとか、もう火つけたから早く来てローが溶けるからとか、ああいうのも含めて。あと、そうこれも言ってたけど、ケーキを封すると、もう食べられないんだって。コロナの心配があるから。えー楽しくないよね、ローソクつけて。封できないんで、封したら、なんか、あの、封するために、ショートケーキ買ったりするんだって。 で、おっきい丸いのは普通にみんなで切り分けて食べて、おめでとうとかって書いてあってプレートがで、はい、封しますよっつって、封用の <laughs> ショートケーキとかって。いや、もうこんな時代かよと思いますけど、そんな出来事も笑い飛ばせるように、いつか今が過去になる。で、今やったことが笑い話になればいいなと思いますし、昔やったことでいろんな。 出会いがあって、それが今になっている。そんなこともあります。今日がそうです。という、土曜の夜の魅惑のステージング、ザ・横山雄二賞。今日もごゆっくりとお楽しみください。 一回も花火を見ないままに秋に突入していく今日この頃街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか街角実況中継今日は営業を終了したプールからお伝えします解説は街角オッチャー山田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします誰もいないプールは寂しいですね寂しいといえばあの名選手が今シーズン限りでの引退を表明しましたね阪神タイガースの当主藤川一時いや二時 いやいや、3時、それ続けますか ?4 時、5時、6時、7時、8時。いよいよ次ですよ。9時。9時ですよ。藤川球児投手でしょそうでした、そうでした。藤川球児工事師匠ですよね。青空球児工事みたいになってますよ。藤川さんのスローガンは、 食作り、人作り、街作り。そんな政治家みたいなスローガンでしたっけ美人すぎる市議として有名になりました。それ藤川ゆりさんでしょ藤川投手は1998年のドラフト会議で一位指名で阪神に入団。松坂世代ですね。松坂通り世代ですね。全然世代が違うでしょ。もっと上ですよ。松坂稽古世代でしたよね。さらに上行っちゃいましたね。 2005年のシーズンには、セットアッパーに定着し、ジェフ・ウィリアムス、久保田智之とともに勝利の方程式、KFC を結成。ケンタッキーフライドチキンになってますよ。JFK でしょそうでした。ジョン F ・ケネディを結成。大統領になっちゃいましたね。2013年シーズンには、メジャーのシカゴ・カブスに入団。シカゴ・カブスですね。しかし、思うような成績は上げられなかったんですよね。まさに、ゲロゲロ給児工事関係ないでしょ 街角実況中継、解説は街角おっちゃん山田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は営業を終了したプールからお伝えしました。レオスピードワゴン。で。涙のレター。そして開拓団で街角実況中継。 営業を終了したプール編ってことでしたけど藤川球児投手ね逆に言うと本当に申し訳ないけどあまだいらっしゃったんだ40歳なんだとかねああいった驚きがあってほら40歳とかっていうとさ普通の会社とかだったら本当にこれからバリバリですよっていう時に何が変わるんだろうね39歳 の時と,40歳の時とか38歳の時と39歳の時ってなると言うほど変わんなくないと思うけどやっぱ気持ちがなえていったりとか闘争心がなくなっていったりとかいつもだったらグーッとこう背筋が伸びるような思いがあるけどもそういうところに持ってこれなくなった肉体的にも精神的にもってなってきた時にきっと。精神的なもの とかの方が大きいんだろうなで、その精神力が強いのがキングカズだったりとかするんだろうなと思うのよ。だってキングカズ、俺と同い年だからね。現役だからね。バケモンとかいう言葉じゃすまないよね。あと、あの、開拓団のネタの切り方って間違いなくオードリーとナイツの融合。ちょっと驚き。 びっくりして、ほぼカズダンス踊ります、みたいな状況でしたけども、今日のゲスト、この方がこの番組に、このように出るとは思いませんでした、この方。横山トーークショー Today 映画、浮気なストリッパー販売の映像音楽ソフトメーカー、ポニーキャニオン、内海も とも1976年11月23日生まれ神奈川県横浜市出身1999年株式会社ポニーキャニオン入社レンタルビデオ店のセールスを経て2001年映像制作部に移動映画ドラマお笑いなど様々なジャンルの映像作品の制作宣伝を担当後現在はコンシューマービジネス本部に移動し B2C を意識し よりお客様の近くで素敵なコンテンツをお届けすることを目指しながら企画書作りを続ける毎日昨年は平成ラジオバラエティ御午前様様でおなじみの「広島の空」を含む15曲を全世界配信を手掛けさらに落語家桂志祖丸の「和歌山弁落語」も配信今年は10月21日発売となる横山裕二の初監督作品浮気なストリッパーの DVD 発売を担当しています うつみさんこんばんはこんばんはこのの宇津ですどう <laughs> もよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いいたしますあとご無沙汰してますそうですね、もう1年ぐらいお会いしてないですね。もうそんな会ってないですかね僕はだから、100何回目かの、えー、横山ナイト。横山ナイト。うん。で、えー、えあのー、に伺ったのが最後ですね。なんで1年。 一年ちょっと経っちゃってるかもしれません。なんかこう何気に。はい。まあまあほら、あの、今朝も LINE をいただいてたりとか。そうですね。ね。毎日のように連絡を取り合っているので、<laughs> あんまり空いてる感じがないけど、実際に会ったのはじゃあ一年ぐらい前だ。そうです。はでも今回も、あの、はい。我が監督作品浮気なストリッパーの DVD かありがとうございました。 いや、こちらこそ、やっとね、お待たせしてしまいまして、申し訳ございませんでした。はい、もう、念願の、<う>私も念願の。あーもうありがたいすよ。たはい。なんか、しましょうね、しましょうねって言ったまんま、はい、やべ、このまま、内海さん逃げる気じゃねえかと思ってたのに。<laughs> <laughs> そんなことはないですよえ <laughs> <laughs> え、でも、ほら、いわゆる地方で、はい。小さい映画が、ま、作られましたと。はい。で、ある意味、こう、野ざらしになってますみたいな状況だったから、 はい。で、それ考えたときに、そういったものを、その、自分のところで、まあ、ポニーキャニオンというと、大手じゃないですか。ああ、ありがとうございます。ね。で、そういうところで、その、商品化しようってなったとき、どういう手順で、どういうふうに、こう、商品にしていくんですかいや、これはですね、はい、あの、まあ、あんまり細かいことも、あの、申し上げるとも、あの、うんうん、変なんですけど、まあ、たくさんあります。地方ご当地映画とか、そういうものって、あの、今、アニメ、ご当地アニメというものもたくさんありますし、はいえー で、その中で、あのー、もう5年前のものになってしまうと、かなりやっぱり正直厳しいですね。ハードル高いですよね。ハードル高いですね。うんうん、で、まあそこの部分で、どうしたらうちの会社の人を説得できるかなっていうように僕はちょっといろいろ筋道を考えてみたときに、うん、うん、あの、その時にやはりあのー、まあ今、正直私が、御前様を聞くきっかけになったのも、うんはい あの、バクション問題、大田さんのがきっかけで、うんうん、で、僕も聴き始めたら楽しくて、うんえー、ずっと関東に住んでるのに、毎朝なぜか広島の曲を聴いてるという。<laughs> で、そのまま天気予報も聞いちゃうとね、そのまま傘も落ち忘れちゃったりすることもあるんですけど、<laughs> まあ、それは別として。かんなくなりますよね、<laughs> で、それは別として、それだけ僕がどはまりしたと。<laughs> はい。いうことは、他の人も楽しんでくださる。うん、ということで、はい で、まあ、あの、そういうところで,、ねうん、でファンの方がたくさんいるっていうことがすでに分かったので、はいはい、あの、午、うん、前様のマガジンがたくさん売れたり、うん、ふるさとは、のね、あの、はいはい、小説がたくさん売れたり、で、その実績をいろんなど、もう、表にしたり、文章にしたりして、作文をいっぱい作って、うん、それで、会社に上呈して、やらせてください、はい、ということをお願いして、で、それでも、実はダメだったんですよ。あ,あ、最初、ダメだった。はい。 そういえ、その時に、何かやりたいと思った時に、実はそこで同時並行してた、えー、広島の空の配信。はい,は,いはい、はい、はい。それがちょうど1年前なんですね。うんうん、で、それができたので、うん、で、まあまあの、えー、あの、を、をえー、あの、社内でアピールすることができたので、はい、で、その横山祐二さんの初監督作品です。うん、ということで、はい。 上の方を説得しまして。そんなこともありました。はい。その、ありがたいなとかって思うことが、ええー。その、例えばラジコが始まったことによって、ええー。全国でその広島の放送を聞いてくださってる方がいて、で、その中にほら、内海さんみたいに、はい。メーカーさんの方がいたっていう、なんか、ありがたいことがあったりするじゃないですか。ああ、えー。と、あとね、例えば、去年おととしか、ふるさとは本日も晴天なり小説を出した、 はい、で、その時の担当の方、まあ、ポニーキャニオンで言うとこの内見さんですよ、僕にとっての、ね。はい、が、岡浜さんって言うけど、岡浜さんが、僕以外の担当が、ちょうど三尾美料理長、この10月から公開される。はい、の原作者の高田薫先生だったりとか、あとは、あの、日本文学界の巨匠、北方健三さん。の担当の方が僕担当だったっていう、すごい嬉しいことがあって、はい でその巨匠の方々のいろんな話が聞けたりとかもしたんですけど、うん、今回、ほら内海さんって僕この間ほら渡哲也さんがお亡くなりになった時に、はいええ、あの時ちょうどほら浮気だスリッパーの話とかちょっと爪の作業だったけど、はい、連絡が来て「すいません、実は僕はあの石原プロの担当なので」って。 ちょっと開けますみたいな感じがあって、あそうか、西部警察とかの DVD って、内見さん動かしてたんだとかと思って、そうなんですよ。あれはなんか、へえ、と思ったんですよね。ええ、もう、だから、 ちょっとね、事務所さんがちょっとあの、うん、あの、一回来年ね、1月にちょっと閉じるというお話があって、一、はい、月以内にまた、まさか渡さんのことがあるとは思わなかったので、うんうん、非常にもびっくりして、今も実はあの、お客様にはご迷惑かけてるんですけど、たくさん注文いただいてるんですけど、はい、まだおと、皆様にお届けできてないような状態なんですね。製造が追いつかなくて。はいはいはい。はい、そんなような状況な。あれ、西部警察のボックスって十何万でしょ あ、あの、あの、よく現金輸送で銀行強盗にあ,るあの、ジュラルミン風ケースに入ってるでかい箱。はいはい、はい、はい。あの、あれも今、数百セットお客様に届けることができてなくてですね、うん、今一生懸命、あの、ジュラルミンケースの中に DVD を詰める作業をやってます。<laughs> はい。大変だ。そうです。まあだからもういろんな、そういった意味で言うとこの仕事をしていて、うん、あの、事務所さんとかテレビ局さんとかいろんな方にお会いする、 きっかけができて、それだけがもう自分の人、もう財産になるぐらい幸せな経験を、うん、はい、させていただいてますね。いや、でも、それこそ、うん、その、浮気なストリッパーとかもそうだけど、はい。その、本来であれば、なかなか商品にできなかったものとか、ええー。あと、みんなが見たかったけど、なかなか権利の関係だなんだと、こう、クリアすべきことが多くってできなかったものとかもあると思うけど、その、 商品作っていく中で思い出深かった商品とか、こんなことがありましたみたいなのって、どんなことがあるんですかまあ、もう本当、もう20年近くこの仕事してるんで、いろんな思い出が、もう一個ずつ全部作品ごとに思い出があるんですけど、<laughs> 今、横山さんとお話をしてるので、あの、思い出すもので言うと、実は僕あの、横山さんにお会いする前に、もう時川秀幸さんっていは、もう十何年前から一緒に、 あの、いろいろ、はい、2002年のさ日韓のワー,ワールドカップのドキュメンタリーの作品の、はい、岩井俊二さんの作品のところで、うん、まず岩井俊二さんの、あの、おと一緒にあの、はい、時川さんはお,お仕事されてましたんで、そこで時川さんと知り合って、うんうん、で、あの DVD ももう、すごく、あのー、売れましたし、あれなんか、2>, はい、2種類ありましたよね。 え、あの、二枚組なんです、ね。二枚組でしたっけそうなんです。で、それも、あの、三当した後に、時川さんとお仕事で、うん、あの、スペインのマドリートに一緒に行きまして、はい。あの、ジダン、日本だと頭突きで有名だったりとかしますけども、<laughs> あの、フランス代表の監督もされて、ね、ジデディングジダン、うん、ジズーって呼ばれるんですけど、うんうん、のインタビューを、 あの、時川さんと一緒に撮りに行ったってことがありましたね。は<ー>でも、生で会って、生で握手して、うん、まあ、ユニフォームにサインもらったりとかですね。はいはいはい,い。ホテルの狭い廊下で、あの、サッカーボールを巧みに操って、こう、マイルセイユルーレットっていうのを披露してくれたりとか、うんうん、もうそれを生で見れたとか、うん、そういう、まさか自分がスペインに行って、時代に会うなんて。いや、ね、そうですよね。うん。で、だからそういうところでも、まあ、時川さんとご一緒だったりとか、うん、だからまたその、 あの、横山さんとね、はい、時川さんのつながりもありますの、うん、そうですよ。だから、こういう、こういうところが縁がつながっていって、いろんなものがつながっていって、シナジー効果になって、ものが生まれていったりとかっていうのが、もう、本当に、うん、あの、幸せです。なるほどね。うん、だけど、あれですよね。その、時川監督で言うと、はい。その、僕も時川監督はもうデビュー作から一緒に組ませていただいているので、ええ、そうすると、ラジオの恋からスタートで、はい。で、シネマの天使とか、はい。あの、カープの、 赤ヘルの分とか、はい、今なかなか流せなくなってるけど、<laughs> 得意さんのせいで。でねえー、あとは今回は彼女は夢で踊る、だったりとかするけど、ね、はい。ってことは、時川監督とはずっとそこから仕事してるけど、時川作品とかは全然違う会社とかで。そうですね。出るじゃないですか。そう,すね、かそういうものはいろんな、もう、まあ、あの、うんうん、し、しがらみにも、ね。巡り合わせとかしがらみなんですね、じゃあね。えー、えー、いや、えー、でもそういう流れで言うと、うん、はい。 あのラジオの行為の主役だったやつの、その番組だっていうこととかは、はい。内海さんとかは、その、いわゆるポニーキャニオンの社員として、ものづくりの時に、えー、意外と早い段階で、えー、これが横山で、これが横山でっていうのは、ちゃんと、こう、イコールになったんですかあのー、太田さんが喋ってる時に、あ、うん、あの人のことだっていうのは分かりました。あ、へえ。ー。だから繋がるんですね。縦にも横にもね。いろ,い,ろいろんなところに繋がるんですよね。 うん、それがすごい幸せですね。あの、楽しいっていう言葉でも、もう、それ以上で幸せなんですよね。うんうんうん。うん、あのー、自分の糧になるんですよ。こういうことが。はい、うん。で、また次の仕事に繋がっていく。うん、うん。っていうのがもう嬉しいです。ねうん、うつみさんは、はい。その、俺たちはもう子供の頃から、その、ポニーキャニオンブランドみたいなのに憧れがあって、<laughs> で、ええ、俺はもう忘れもしないけど、人生で初めて買った、いわゆるセルビデオ。 おが、飛んだカップル。ああ、なるほど。だったんです。あれに、セラベルのところに、PC っていうか、ポニーキャニオンって書いてあって、はい。で、ポニーキャニオンから、その、狙われた学園とか、薬師丸ひろさんの作品とかばーっと出てきたので、もう、はい、もう ビデオメーカーっていうともう、バップとかさ、なんか昔、はい、いっぱいいろんなのがあったじゃないですか。ありました、ありました。テレビ局系列とかが入ってて。はい、だけど、やっぱなんか、ちょっとポニーキャニオンが一番洗練されてるというか、かっこいいみたいなイメージがいまだにちょっとあって。<笑><笑>あそうですか。それはまあ、まあ、ありがとうございます。で、はい、宇都宮さん、なんでポニーキャニオン入ったんですか <laughs> <laughs> これはですね、こ、うん、んな、これ、まあ、どこまで話していいのかわかんないですけど、僕は、うん、あのー、 エンタメ系っていうか、もともとお笑い芸人になりたかった人で、ほういろ,いろんなこと、舞台のとか、いろんなこと、あのー、劇団入ってるとか、いろんなことやってたんですけど、はいで、で、それで、エンタメ系の仕事に就きたいなって思ってた時に、う,ん、うん。付き合ってた彼女が演歌歌手目指してたんですよ。で、音楽系の仕事もあるんだって思って、それで、レコード会社を、うん あの、二つぐらい受けたんですよね。はいはいはい。で、そのうちの一つがポニーキャニオンで、うん、で、ところが、あの、ポニーキャニオンに入っても、全く音楽っぽい仕事の部署には行かず、うん、あの、レンタルビデオ屋さん、先ほど言ってましたが、はい、まだカセットの時代です。の、あのー、レンタル屋さんを回る、はい、営業をした後に、うん、映像の制作部署で制作宣伝とかずっと続けて、今に、 にあのの至るのでレコード会社に入ったっていうあんまり僕実感がないんですよね <laughs> <は>あなるほどねということで今日のゲストは映画「浮気なストリッパー」販売の映像音楽ソフトメーカーポニーキャニオンの内海もさんってことでしたけどもベンが立つんですよ、ね、これあれなんですよねあの俺担当の方って「弁」立つよね。 あの角川春樹事務所小説の部ですけどもあのふるさとは本日も晴天なりの岡浜さんもそうだしこの音楽とか映像担当の内海さんもそうだけど弁が立つんだよね <laughs> で謙虚だけど押しが強いの <laughs> まだまだインタビューは続きます <え>えー、そこでもその演歌歌手を目指してた彼女がいなかったらこの巡り合わせはないってことね、はい、マッチングはね。うですね。うん、まあ、それはそのもどはもう,どう、まあ、ね、なるようにはなるんですけど、<え> <laughs> その演歌歌手のことは分かれたの分かりました、分かりました。<laughs> え、今とかはもう普通の人になられてるんですか、うん、あもう多分その後も全然分からないんで、多分普通の OL さんになったんだと思いますけど、その子は。へえ<ー>。うん、でも、一番最初は、じゃあ、ポニーキャニオンに入って、 君のレコードを出してあげるよとか。えー、いやいや、もうそこまでは、あの、難しいことは分かってましたんでね、こういろ,いろ,いろ仕事で、そんな、ぎなりプロデューサーになるわけではないですからね。うん,うん、うん。そんなことも、あの、思いながら、でも、 違全くエンタメの世界でも音楽とか映像、うん、映像の中でも映画もあったり、ドラマもあったり、バラエティーもあったり、今アニメもまたそれ、アニメの世界もまたすごいたくさんいるのがありますから、ね、なので、あのー、入ってみてやっぱりいろんなものがあるんだなっていう風な景色がどん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 広がっていく。うん、だから自分だけでこう探すのもいいんですけど、人に影響されて、 うん、開かれていく道っていうのはたくさんあるので、うん、なので、それで、のおかげで今の自分があるっていうこととか、うん,うん、もし、うん、だからそういうもう日々のいろんなことに感謝したいなっていう、いやうん、思いますよ。でも、僕らはその地方局にいてね、はい。で、ちょっと東京の局のことを恨めしく思ってたりとか、<laughs> もうずっとしてる人生なんだけど、なんか、とはいえ、広島にいてもテレビ出てる人ほとんど知ってて、 ええ、で、それこそ映画とかでキャンペーン来られる監督さんとか俳優さんとかもほとんど知り合いになってて、うん、で、なんかこう、まさか自分がこういった方々と知り合って、で、信頼してもらったりとかしながら仕事を進めていくようになるなんて広島でできるとは思ってなかったけど、じゃあ内海さんとかもポニーキャニオンとか入って、 えー、まさかこんな広がりを自分の人生が見せるとは思わなかったみたいな職場になったってことですよね。そうですね。その通りですね。うもう、またく、もう今の10分の1以下ですから、想像してたことは。だから百そういう意味で言えば100倍広がったって言っても過言ではないですね。いやだって、俺本当思うけど、こういう言い方すると失礼かもしれないけど、自分の人生の中で、渡里哲也さんの死とかが、自分に関わってくるなんて <laughs>、えー、 思わないですよね。生きててね、普通に。うん。いや、だって俺、去年、それこそ西部警察のことを番組で喋ったりとかしてたら、内海さんが、あ、それポニーキャニオンだから送りますよとかつって、送っていただいて、で、あの、広島の、あの、すごいカーチェスとか、あの、電車が爆破されるとか、ああいうのとかも。宮島口で。宮島口。で、あれとかも見て、 で、えー、そうか、西城道こんな関わってたんだ、とか。<laughs> 父康とかもね。そう,そうそうそう。そうで,、ねえー、で、聞き込みに行くのが父安と西城道だったりとかして、<laughs> タイアップ感半端ねえわ、とかって思いながら、でもこうだったよね、とかって懐かしく見てたりとかしたら、<ー>今週の爆笑問題の日曜サンデーとかで、えー、中山秀ちゃんとかが、やっぱそういう話とかしてて、はい ええ、で、西部警察がとか、大都会がとか、松田優作が、はい、渡里哲也が、石原裕次郎がみたいな話をしてるときに、はい、そっか、こういうところとかと、俺は意外とくっついてんだよねと、俺も思ったんですよ。だけど、内海、ね、さんとか、もろに自分たちが作ったものとかが、今こうやって話題になるわけじゃないですか。そうですね。ありがたいです,ねですよね、えー。本当に。うん。うん、これ、まだまだ、 その作品とかいろんなことをあれやりたい、これやりたいみたいなことあると思うんですけど、はい。その、いわゆるその、ものづくりの人間として、こういうことはまだやってみたいなとか、こういうことできたらいいな、みたいなことって、なんかざっくり考えてることとかあるんですかもうあの、ポケットの中にいっぱいいろんなものが入ってるんですけどねうん、うん、なかなかこう、そう出せ外に出すことができないところが、あの、ね、もどかしいところなんですけど、まあ今ちょっとやっぱり、あの、コロナ禍と言いますか、うん、はい ね、自粛せざるを得ないようなところがある中で、うん、逆に皆さんやっぱり聞くとですね、はい、ライブに行きたいとか、うん、やっぱり実体感したいんですよねエンターテインメントを、はい、それはもう皆様好きなものはあの音楽でもアニメでも映画でもたくさんあるともちろん舞台とか、うん、自慢生はねそういうステージもあると思うんですけど、はい、そういうものをもう早くちょっとあの。 うん、環境がと戻ってきてできるようになってほしいなっていう中で、はい、僕はやっぱり個人的にはあのお笑いとか、ね、あのバラエティーのものが好きなので、はいうん、そういうものがもうテレビとか配信とか、うん、あの映画とかに形にとらわれず、うん、みんなが楽しめるそういういステージといいましょうかね楽しいものがプロデュースできたらなっていうことはななんとなく夢に描いてます俺、でもこうやって話してみるもんですね。俺 宇津美さんと知り合ってから、多分、2、3年、3、四年そうですね。くらいですよね。まだ2年ぐらいじゃないですか。年ぐらい広島の空からですもんね。の、ちょっと前にご連絡を取ら始めただけですからね。うん。で、まさか、で、こないだほら、LINE くださって、はい。実は、広島と縁も深かったんですよ、みたいな。あはい。まあちょっとそれは勝手に僕が思いを。 いやいやいや、えー。伝えにましたけど。で、へえーとかって思いながら、はい。こうやって LINE とか読ませていただいたけど、はい、まさか自分が、はい。出方になりたかった。はい、演者側になりたかったとかも知らなかったし、ええー。それがお笑いだったっていうのも知らなかったし、はい。で、だから今回も、その浮気なストリッパーがね、DVD になりますと。10月の21日発売になりますと。で、はい、ありがたいから、まあ、宣伝も兼ねて、 あの、主演の矢沢洋子さんでもいいし、内海さんでもいいし、<laughs> まあ、一周浮気のスリッパで作りましょうよ、たら皆さん、まだほら、9月いっぱいだから、ええ、ね、なんかほら、あの、ポニーキャニオンのムビキャンで予約をしていただくと、はい、僕がなんと、あの、予約をしてくださった方全員の名前とサインを書いて、お宅に送りますみたいな、サービスとかあるじゃないですか。 そうですね。ねえ、なんかそういったのも宣伝したいから、なんか浮気のスリッパでやりましょうと、あ、野菜お子さんでもいいですよとか言ったら、いや、僕で大丈夫ですみたいな <laughs> そんそんそそこまででしゃばってないと思いますよ。いや、どちらかというと、俺が行きますみたいな。ほら、じゃちゃんと主演の女優さんに出ていただきたいんですよ。それは、そ、そこまででしゃばってはいないと思いますよね。いや、でも、えー、この、あの、なんだろう、放送に慣れた感というか、喋れる感があったら、どこでも行けますよ。<laughs> い,やいやいやいや、それはもうね、 あの、いろんなところで期待させていただいたんで、<laughs> もう、あの、結構僕が出てたバラエティ番組は、あの、うん、半々で、あの、RCC さんの夜中に流れてましたからね。え、どんなのがあったんですかえ、あの、ずっと僕、あの、エビスマスカッツの担当してたんで、ええあの、だから、第二世代の方の、マスカッツナイトとかですね、そういうものも、 一年前ぐらいまで多分ね、夜中に RCC さんの放送されてたんで、はい、もう僕があの踊らされたり、あのえあの女の子たちにビンタクだったりとか。か出てたんだ、ね、あれは、あの、<laughs> あれはそうですね、あの演出があの今も有名、マッコイそうそうそう、マッコイさんなんで、うん、バラエティの王道の演出をされて、うんね、あのスタッフをこういじったりとかして、 あの、面白くしたりするんですよね。そういうところで言うと、あの、僕も、ま、あの、いじっていただいて。あの、楽しかったですね。そう言ってみると。いいなエビスマツカッツいいなそっちですかでも、マッコイさんとかは、それこそほら、今、石橋貴明さんの YouTube の演出されてたりとか、僕らは一番最初マッコイさんを知ったのは、やっぱり僕らは有吉だったんですよ。有吉が全然ダメな時に、 もう一回有吉にヒッチンハイクの旅させるっていう。はい。もうろくでもね企画だったけど、ヒリヒリするような VTR だったけど、<laughs> でも、ああ、なんか、骨があんなっていうか、この人わかんねえけど、これがガンガンに来んなと思ってたら、ええ、トンネルズの番組で人んちに蛇投げちゃかませみたいなことをやったら真っ黒い,いですもんね。<laughs> そうですねうん、うん。有吉さんのって我々は有吉をそう,でそうです、そうです。あ、ポニーキャニオンの。はい。 あれがだから僕らと有吉が番組が終わってから一番最初仕事したのがあれだったんですよねああそうだあそ,そっかそれもコニーキャニオンだったから繋がってるんです、ね、そうなんですよだから今ああと思ってええー、だからいろんなことが長くやってると繋がるし繋がりますねでも繋がるってことは一個一個の仕事を誠意を持ってで真摯にやってるからこそってことですもんねそうですねうんこれでもあの浮気のスリッパーははいあの発売が決定してから ずっとそのポニーキャニオンのアクセスランキングで、1位をオフィシャル髭断ズも抑え、あの、抑えてましたけど、これから、あの、もうちょっと売れた方がいいんですよね。もうちょっとというか、まだまだですね。はい、あの、あ、あと1点これ放送に乗っちゃうと誤解を招くかもしれないですけど、うん、ニュース配信のアクセスランキングが、はい、えっと、二十日の、配信した20日から3日間ぐらい1位だったということで、 で、それで、ヒゲダン、ヒゲダンをですね、うん、超えてたんで、あの、知らない人からすると、この浮気のなんとかって誰が担当 <laughs> みたいなことをおっしゃないで、もう、うちからすればヒゲダンが今もうこうね、ヒゲダンをちょっとがね、はい、もうアイコとか、ミンズとかたくさんいますけど、 ヒゲナの勢いいい中でニュース出した後なのに、うん、上脇のストリップが上に行っちゃったんで、はい、誰これ担当みたいな形にちょっとなったっていうのがね、<laughs> うんうん、ありましたけど、まあそのニュースのアクセスなんでニュースが出ればどん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 順,次は順位は変わっていくんですけども、うん、それでもですね、うん、あのー、まあ、 しばらく変わらず、うん。そうですね。で、地方の初の、うんうん、あのー、単館、ね、系の劇場映画で、はいえー、これだけあのスタートダッシュがすごかったっていうのは久々だったみたいで。うん。はい。い<や>あの、こうやってでもね、ラジオを聞いてくださってる方の本当おかげですよね。うん もうその通りです。うん、もうリスナーの皆様のおかげだと思います。ねあの、うん、本当頭はいくらでも下げるので、本当買ってくださいねって思いますよね。<laughs> う <laughs> もうだから、あの、あれですね、うん、あの、横山雄二さんが好きな人も、はい。で、逆に横山雄二さんが嫌いだっていう人はですね、うんうん、あのいじ。いじめるつもりで、はい、あの、手書きのサインをたくさんやらせて疲れさせるっていうつもりで、どんどん申し込むっていうのもありかなと思います、ね。<laughs> そう。あとなんか、文句言わず、あ、水に文句言ってる人がいるから、 はい、あの、文句言ってもいいから見て、とそうですね。うん、あの見てから、見てから言えと。そう。で、本当なんか、うん、あの、評論とか批評とかは甘んじて受けるし、うん、で、うん、みんなが褒めるような作品でもないことは分かってるけど、でも、誰かにとって心に残る作品だったりとかもするし、<laughs> やっぱ映画って褒めてもらいたいばっかじゃなくって、けなされることもまといてたら、あーと思うし、見られてなんぼじゃないですか、作ったものって。そうだと思いますね。だから本当見てもらいたい。うん 文句言ってもいいから。そうですね。はいこ。この仕事、ごめんなさい、僕の話ばっかりですけど、エンターテインメントとかを届けるような仕事について思ったのが、うん、あの、評論家の方とかがいろいろご意見を言われて、はい、ちょっとまあ違うとか否定される時とかもあると思うんですけど、うんうん、それはその方のお仕事なんでそれはいいんですけども、うんうん、あの、それをエンターメントを求める方っていうのは、はい、自分の楽しみ方を自分で、で、それを、 あの、自己プロデュースもすることもできると思うんですね。うん,う,んうん。うん。なので、あの、つまんなかったのも、うん、面白かったのも、自分の中で何がつまんなかったのか、じゃあどうすれば楽しいのかとか、はい、自分の中で、あの、美術館で絵を見て、感じるものって人それぞれ違うのも当然なので、うん、なので、浮気なストリッパーも、本編の映画を見た後に、今回編集していただいた特典映像も見て、はい、それで、あ 横山さんってこういうことを考えてる人なんだっていうものを考えて、それでまた横山さんに触れていただければなって僕思うので、とりあえず見ていただきたいなっていうのが、うん。素晴らしい。思いますね。いい推しです。いい推しです。はい。いいやいや。なんか横道にそれ続けたけど、やっぱ最後に閉まってきたって感じがしたから。余計なこといっぱい喋りすぎちゃいます全然です。いや、でも、あの、また、その10月21日発売だし、はい。で、発売されてからも、 またいろんなことがあると思うのでそう、こんだけ喋れることが分かったら、あの、いつでも電話つなぎますんで、<laughs> はい、また出ていただければ。ありがとうございます。いえ、とんでもない。えー、だってね、今回は、広島の空からの浮気なスリッパーだってするけど、はい、その間にね、あの、うん、ラジコで聞いてくださってる方から言うと、あの、はい、しそ丸の和歌山弁落語とかもやっていただいたわけだから、そうなんですよ、ね。えー、う,んうん。ありがたかったです。僕らも仲間として、ちょっと嬉しかったし、えー ああ、なんか誇らしかったので、またちょっとあの、ラジオ周りとかで面白そうな商品とかがあったら、ぜひね。はい、僕らも押しますんで、ぜひぜひまた商品化していただいて、あの、喜んでくださる方が多いようなものをまた作っていただければなと思うので。はい。はい。では、あの、最後になりますけど、もう一打ち宣伝文句があったらお願いします。<laughs> はい。<laughs> はい。えー、10月21日、えー、ようやく、 横山裕二監督のお脇なスしたリッパーが発売となります。えー、現在、ポニーキャニオンのムビキャン、ムビキャンで検索していただければすぐわかります、はいえー。予約をしますと、先着で500名様にポストカードセット、はい、名場面のポストカードセットも5枚セットで付きます。はい、そしてさらに9月18日の金曜日までに予約をしていただいた方には全員にお申し込みのお届け先のお名前を 横山裕二監督が直筆でサインしていただいてさらに監督も自らサインをしたものを、はいえー、DVD とは別荘になるんですけども必ずお送りいたします、はい、ということでぜひともですね、うんえー、Amazon や楽天、えー、一般の蔦屋経文社さんや双葉図書さんとかでももちろん予約購入できますので、うん、ぜひとも上脇なストリッパー DVD よろしくお願いしますはい、はい、分かりましたう村急に言いますけどはいあの一曲お届けするならば はい、この曲をかけたいというのがあったら、一 <laughs> 曲言っていただいたただらあ僕、だから、まあ、ごめんなさいね、あ,のうん、あんなもどかしくなっちゃったそういった意味でいうと、浮気のストリッパーの宣伝なので、はい、浮気のストリッパーのテーマ曲でいいのかなって思ってたんですけど、うん、これ何、なんでもいいんですかそうですか。かけたい曲があったら。どうしようかな。今、検索してるでしょ。 サソコンを打ってる音がするもん。リアルに聞きたいのと思ってるでしょ、今。あの、西部警察のエンディングで優勝さんの曲が流れるんですよね。うん。あ、みんな誰かを。みんな誰かを愛してる。悲しみを。そうですね。忘却の彼方へと。そうですね。連れて行く。明日になれば。そうです。誇りまみれの。そう。なんとかな都会には。だね。 みんな誰、誰かに愛されて、そして、誰かを愛してるって。横山さん、カラオケ行かないっていう割には、全然こういう歌大好きですよね。<laughs> これね、うちの親父のお箱だったら18番だったの。そうだったんですようん。あ<ー>じゃあこれ行きますか。じゃあみんな誰かを愛してるを。<laughs> はい。ええ お願いします。わかりました。今日はありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。またお願いしますま、はい。引き続きよろしくお願いいたします。ザ横山裕二賞。ということで、今日のゲストは映画浮気なストリッパー販売の映像音楽ソフトメーカー、ポニーキャニオンの。 内海智さんってことでしたけども10月の21日発売ということでまああの自信作だし皆さんにあ,あそっか2020年のコロナ禍にこの作品 DVD 買ってみたよねという思い出にもしてもらいたいなということで改めて安「やすで「ローラン」浮気なストリッパということで、えー、映画浮気なストリッパ主題歌のローランヤス率いる浮気なストリッパでしたけどもまあ本当にね その昔作った作品が改めてそのソフト化されるっていうこと残るっていうことともう見たことない方からすると新作なわけじゃないですかとして見ていただけるっていうのがありがたいなと思うし撮影はだってもう7年前とかになるからねだから俺も出演してるし矢沢陽子さんとかこの間由緒出ていただいた内田隆美さんマジシャンのもう出てらっしゃるけどこの間久々で見たのねみんな若いんだよちょっと <laughs> あと本当に最初はテレビドラマにっ言って作ったでそれに20分足して劇場版にしたで今回また再編集して皆さんにお買い求めいただくみたいな形になるんだけど頑張ってたねーって思うのあの時はなんかちょっと恥ずかしかったりとか5日間の撮影とかあとはそのスタッフとかキャストとかも映画経験がないみたいなことも含めてああどうかなーとかって思ってたけど今の方が逆に。 胸張って見てくださいって言えるよねとかあとこういう仲間たちがいるの素敵でしょって思ったりとかしたので今週は浮気ダスリッパー特集でお送りした「ザ・横山由治章」来週ですけども「女ピン芸人太鼓登場」ということで来週も楽しみにしていただければと思いますでは今週はこの辺りで